皆さんこんにちは、ゾンさんです。今回はですね、対談企画ということで、SNS をですねこれから発信したい方とかですねに向けての、多分動画になると思うんですけれども、今ちょうどですねリモートで TikTok をやってる、アーツシ君とですね、繋いでるんですけれども、アーツシとこう対談をしながらやっていくんですけど、今日の趣旨としてはですね、最近僕のとこにですね、新しいアシスタントが入ってですね、TikTok とか Instagram をこれから頑張って発信したいということで、いろいろこう発信するときにどうやったらいいのかっていうところも多分あると思うので、その辺をですね僕とかあつし君含めてちょっとお話していこうかなというふうに思っています。今回はいろいろ多分質問をもらう形になると思うんで、答えていこうかなと思うんですけれども、はい、はい、お願いします。じゃあやっていきましょうか。お願いします。実際にじゃあ今どういう現状なのかっていうところを、ちょっと質問もらおうかなっていう感じですね。そうですね、僕が全く翔ちゃんのことを知らないので、ガチで知らないんで、本当に教えてもらいながらお話をしたいという感じですね。はい、行こう行こう。ではここからはもう普通に普段の形でいいってことでね。はい、じゃあ翔ちゃん質問を、はい、現状どんな感じかっていう。今インスタグラムのリールはやってるんですけど、でインスタグラムのリールがちょっと伸びてきて、TikTok も流行ってるので自分もやってみたいなと思ってて、最初どうやって始めていいのか、そのどういうジャンルとかだったり、からどう選べばいいのかがわからないので、そういうところをちょっと聞きたいなと思ってます。なるほど、インスタやってるけど TikTok はやってないみたいな感じだと思う。そうです。で TikTok をやっていきたい。なんで TikTok にはまずそもそもこの10本を上げてないのかみたいなんてこだわりっすか。あ、そもそもね、そもそも翔ちゃんの顔見えないんですごい怒ってるように聞こえてます。怒ってなくて普通に聞きたいっていう興味で話してるんで僕。そうですね、自分のインスタは結構エモい系で、ちょっと世界観があるみたいな感じなんですけど、そのインスタでそのちょっとエモい系で出してる人が3万人いる人が、自分がよく見てる人がいるんですけど、はいはいはい、その人が TikTok で同じような動画を上げても全然バズらない。 TikTok でそのエモい系をやっても全然伸びないんじゃないかと思って上げてないですね、 TikTok では。なるほど。あ、インスタで3万人のベンチマークにしてるアカウントがおるってことですよね。そうですね。でも実際インスタに上げてて TikTok に上げてない人って結構おると思うっていうか、めちゃくちゃおると思うな。いや、めっちゃもったいないなと思いながら、 でもそもそも上げない理由っていうのが伸びないからっていうところ。そう、伸びなそうで、 TikTok をやるんだったら別のジャンルがいいって感じですね。ああ、そういうことか。もうすでにその別のジャンルがいいという自分の思いがあるってことですね。そうですね、もっと伸びるジャンルがあるんじゃないかなと思って。もっと伸びるジャンルがあるんじゃないか。そこめっちゃ詳しく聞きたいですね。もっと伸びるジャンル、確かにどういうジャンルなのか。大前提多分僕とかゾノさんとかと違ってグッチーでもなく、他ってことですもんね。そうですね、自分が思ってるジャンルとしてはとりあえず毎日、週5日ぐらいは絶対上げれるもので、すぐ撮れるもの。そのゾノさんとかアツシさんとかの場合は撮影行かないと撮れないじゃないですか。モデルさんもいるし、その場所にも行かないといけないって状況で、自分もゾノさんのアシスタントしてるので、そんな時間は取れないということで、自分が毎日ぐらいあげれるとしたら、そのご飯系かなと思って。ご飯系？おお面白い。あの、ご飯系、ね、林さんみたいな。あ、はいはいはい、料理ジャンルですね。みたいなだったら、家で、帰ってからちゃんと撮ろうと思えば撮れるかなと思って、実際それは普通になんかその発信するジャンルを自分のこう好きなことにするのか、あとはそのいわゆる伸びるからそのジャンルに行くのかみたいなの二軸やったらどっちの方がいいやろ。そもそもの、そもそもの僕とトモさんは前者の好きなことでやってきてるんで、確かに。でも料理は好きだよな。そうですね、料理作るのは好きです、ね、じゃあいいんじゃない。でも一つあるよね、自分の好きなことで伸びそうから入ると続かへんけど、前提として、興味ある、好きやから、それは全然いいような気がする、発信できたもん勝ちみたいなとこあるやん。継続できるような内容であれば、あ
あとはそのどうやったら見られるかを考えればいいから、最初こう発信したい、でも発信したいジャンルって言ったらそれで入り口としては良さそうな感じがする。確かに、だいたい週5したいっていう、ご飯系だったら週5できるっていうことですもんね、大前提。僕自炊しないんであれですけど、自炊する人からしたらまあ最大朝昼晩3回作れるんで、まあ確かにね、1日3コンテンツ作れるってわけじゃないですか、うん、頑張れば頑張ればね、確かに。で考えたら、もちろん大変や、今翔ちゃんが置かれてる状況の時間の中で映像ジャンルでご投稿は無理やけど、うん、集合は無理やけど、料理だったらまだ隙間時間狙えるみたいなところですよね。うん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 、なんか会ったことない人に対して思うことはクソほど出てくるんですけど、言って言ってよ。そもそも料理ジャンルやりたいならインスタはなんでこれなんてならないですか、その今上げてるインスタのリールたち。これどうするんですか。いや俺もこれどうするんですか。うん、俺いや、そうどうする。あ、インスタは新しいアカウント作ります。はいはいはい。じゃあこの4800のアカウントはもう捨てて新しく、4000の方も出します。あの、そのやっぱり自分の趣味で写真とかその動画出してるんで、はいはいはい、そっちは時間あるときに、もうその好きなときにあげるってイメージです、うんうん、あ、もうじゃあ趣味コンテ、うんうん、趣味アカウントみたいな感じですね。そうですね、うん、じゃあ本は変わり料理ってことか。そうです、ね、なるほど。じゃあ一旦、じゃあこれからもじゃあ本当1からやね。もう料理で僕今頭切り替えますね、完全に。俺も今料理に切り替えた、はい、完全に料理に切り替えた。ゾノさんのアシスタントだったんで、完全にもう僕映像ジャンルの話しようとしたんですけ ど、やめますね。料理に切り替えたね、うん、じゃあそもそも、え、今まあ、うん、料理をしたいっていうのがざっくりあると思うんですけど、はい、翔ちゃんの中での料理、どういう、まあいわゆる僕とゾノさん多分今頭の中にあるのが1枚の紙の中に多分料理ジャンルアカウントの座席表みたいなバーって出てきてるんですよね、うんうんうん、あ、こういう、それこそバイアスさんがトップにおってとか、フォロワー数だけで言うと、でそっから、うんうんうん、まあ、レシピなのか、うん、それこそ ASMR なのか、うんうんうん、作って食べるのか、食べるだけのところするのか、うんうん、料理だけなのかみたいないっぱいあると思うんで、そこのどれをしたいかみたいな。そうですね、今自分が考えてるジャンルっていうか動画の内容としては、白ご飯がメインにしたいんですよ。はい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 。お、白ご飯をメインに、その例えばその白ご飯をいっぱいもりもりに盛って、その上にあの卵をかけるで食べる、うんうんうん、で美味しいみたいな、はいはいはい、オチっすね、最後が。なるほどね。実際じゃあまあなんとなく発信したい内容も決まってると。でさっき、まあ、アツシ、まあ、俺らはあれ、その座席表みたいなのがあるやんか、その自分が行くジャンルでどういう人たちがいてみたいなのを、どうやってそのそういう人たちを探してきたりとか見たりとか、まあ、いわゆる空いてる席を狙いに行くとか、なんか一般的な流れってあるやんか、うんうんうん、それっていつもどう、例えばどうやってる、今のペットとか料理とか映像とかっていろいろあるやんか、うんうん、こう参考にする人たちをどうやって探すんだ問題っていう、自分のジャンルの、うん、もしまあ今いただいたお米、白米っていうと、ね、まず同じその白米系調べますね僕、うん、基本的には検索をかけていくってことやな。ああそうですね、こ検索しますね僕は。検索といわゆるまあ最近の TikTok についたあのフォロー右側に逆三角形マークで類似アカウント見に行くみたいな、はいはいはい、それをしつつ、うんうん、あのまあアカウント TikTok のアカウント複数作れるなら新しくまあ1個作って、そこのアルゴリズムをもう料理系に教育する、うん、まあ、教育するって言い方は悪いですけど、うんうんうん、まあ自分のおすすめのアカウント、おすすめの動画を全て料理系しか流れてこないアカウントにするために、一旦料理系自分で調べに行って動画いいねしたり最後まで見てあげて、おすすめ欄を料理系にするのはやりますね、うんうんうん、そしたらまあ検索では引っかからないいいアカウント、うん、いい動画たちがバーって出てくるんで、それを見るっていうのはまあ最初多分みんなできるところかなと思いますね。うん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 、いいね。確かに料理系のリサーチアカウントをまず作るっていうのと、うん、あの三角ボタン俺結構意外に知らんと思うんで、まあ今ちょっとあれやから後で画面ランク出して、うん、プロフィール飛んで右下の三角ボタンを押したらマジでアルゴリズム精度高いから似たアカウントバッとあの教えてくれるっていうのがあるのね。でまあそれでリサーチかけていくっていうところ で、まあ、で見つけましたと。どうしたらいいどうしたらいいよこの米アカウント。え、なんかよく言うのはマンチェスター戦略じゃないけど、弱者なんで僕たち、はいはい、新しいアカウントって弱者なんで、うんうん、強者に勝つための戦略を
まあなんかもう正直2つしかない気はしてて、うん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 、まあ2つって言うと、まあ2つですね、大きく2つ1個はもうよく言うのが、まあ差別化するっていうじゃないですか。はいはい。だから料理だったら、なんかもう YouTube もそうですけど、さつまいもだけ料理するアカウントがあったりとかするん で、 で逆に言うと今すでに出てる白米って、確かにもうすでに白米に絞ってる、白ご飯に絞ってるからめっちゃいいなと思うんですけど、うん、一旦まあそれリサーチしてからなんですけど、もし仮にじゃあ白米折った時にどうするか問題、うん、まあまあ今んとこなんとなく、まあちょっとまだちゃんと調べてないけど、検索ですぐ出てこへんかったから、まあまあ多分いない、あの人ねっていう風に、まあ、ならんかな。まあ、でもそれでだけで一旦もう今の方向性結構決まったくない。まあ、でも結構まだ TikTok とか、まあ、インスタ、まあ、ショートムービー全般的にさ、結構その空いてる席多いやん全然、うんうん、だから普通に白米認知を取りに行けるっていうのは全然あるよね。確かに。もういや、さっき言った2つのうち1個は1個差別化で、もう1個は完全にその真似をするパターン、うん、はいはい。けど、まあよく言うのが、真似してもその本家は超えられないじゃないですか。うん、まあ、超えられないんだけど、まあ真似する先が例えば林さんだった場合でも、まあ2700万とか2000いくつ追っての真似しても、まあ10分の1ぐらいの分母にはなるんじゃないかみたいなところで言うと、まあ最初にあの強者的戦力で真似していくっていうのはめっちゃいいかなと思いますね。うんうん、確かに。ただまあ完コピというよりかは、なんか様相を真似するみたいなのがいい気はしますけどね。なんかうんうん、鬼カット割りの、うんうんうん、あの元はその料理音でみたいなところの様子を撮ってくるみたいな。そうですね、動画の型というか、うん、いいところだけを撮っていくみたいな、うんうんうん、確かに。まあ、見てる人がなんとなく、あ、ちょっとこれ編集林さんっぽいなとか、なんか解説誰々っぽいでみたいな、そういう要素だけ真似していって、うん、軸はお米みたいな、そこは差別化するみたいなのはいいですねはいはい、確かに。なんとなく今方向性が見えてきたと思うんだけど、 TikTok をやってない、やらないといけないなと思う。他の人たちも多分インスタやってるけど TikTok やってない人多いやんか、うんうん、まあ俺らは TikTok やってて、 TikTok でまあいろいろあったから、こう TikTok いいよねっていうポジショントークに割と近かったりするけど、普通の人って別になんかやらないといけないなって思うのかなっていう、そもそも。でもまあ普通に生きてる人は全然思わないと思うんですよまあ確かに。だからチャンスではあるし、そう、なんか多分これ見てる人はなんかやりたいと思ってて、ここにたどり着いて話を聞いてるけど、その多分一日の中での優先順位めっちゃ低いんやと思う、うん、ってなったら別にそこで発信するっていうのが他のあれに比べて優先順位が低くなっているっていうことで、なんかその TikTok とか頑張った方がいいよっていうのって、まあ俺らやった方が俺もまあいいとは思うけど、みんなになんかそれやった方がいいよっていうのはなんかあるんかな、ポイント。てか やらないと損してるよの方が大きいから。だから僕とゾノさんが思い描いてる1年後2年後のTikTok とか、うん、1年後2年後の Instagram とかを考えたら、うん、もう完全にその何がなんか TikTok が勝つとかリールが勝つというよりかは、もうあのショートムービーの時代になるんだよみたいな、そのテキストとか静止画じゃなくて動画かつ短い動画の時代になるから、それで言うと今一番なのは TikTok だから、うん、TikTok 僕たちはやってるっていう状況。ショートムービーが時代来てるよっていうとこに乗るかどうかっていうのは一つあるよね。はい、うん、でかつ僕とゾノさんはもうそのショートムービーを、まあ、いわゆる先行者利益を得た側の人間なので、うんうんうん、まあ、やってよかったとは思うし、その自分と同じ成功体験をまだまだみんなが受けれるタイミングだと僕は思ってるんですよ。今始めても遅くない、うんうん、今始めても全然遅くない、いや全然遅くない、はい、いやこれ見てる人マジ今から始めたらもうだって1年後もだってそれだけで取れるからね、はい、で席を。いやこれは絶対そうやと思うよな。さっきゾノさんが言ってた、まあ、TikTok そもそもやりたいけどとかやってない人の優先順位って TikTok 低いんで、優先順位低い人からすると差別化なんていうのがもう鬼のようにハードル高いと思うんで、確かに差別化するためにリサーチが必要でとか、うんうんうん、アカウントの方向性決めないといけないんで、もう圧倒的に最初は真似するのがいいと思うんですよ。もう、うんうん、もう思考停止でもう最初も完コピでもいいから真似するみたいなのかなって思いますね、はいはい、これはあの翔ちゃん、翔ちゃんに限らずですね、はい、
もう翔ちゃんもう飽きて聞いてない。ああ、もうじゃあもうやめよう。この回終わりにしよう。終わり終わり。終わり。聞いてます。終わり終わり。いいです。聞いてます。え、じゃあちょっとまあちょっといろいろまあ俺らもう喋り出したらマジでずっと喋ってまうから、うん、まあこんな感じでやったけど、実際話聞いてみてどんな感じ？そうですね。ちゃんと最初はリサーチから入って、まあ自分の場合その白米っていうところで差別化をして、うん。で、マネそのバイアスさんとかしっかりマネできるところはしっかりマネ、うん、いいところをマネしていこうと思いました。ああいいですね、うん、じゃあそんな感じで、まあ、今回は、はい、まあ、SNS、まあ、発信頑張りたいけどどうしたらいいのっていうところで、まあ、発信のジャンルとかあとはどういうふうにリサーチしていくのかみたいなところを、まあ、お話しさせていただいたんですけど、まあ、実際これからまあ発信したい方とかですね、実際まあこれ YouTube 見てる方で、まあ、アカウントこういう風にしたいけどどうですかみたいなところがあればコメント欄とかにいただければ、まあ、僕たちでですねいろいろ見ながらちょっと話をしていくみたいなところも、まあ、あるかなと思ってるので、まあ、いろいろちょっとまあ今 YouTube ですねいろんな企画やってるんで、ぜひねあの他の動画もですね見ていただければと思いますし、まあ、内容が良ければですね、グッドボタンとぜひチャンネル登録の方ですねしていただければというふうに思います。はい、ということでですね、今回の YouTube は以上になります。また次回の YouTube でお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様でした。